上八幡やってまいりました。
祥の地ね。今日はですね、滋賀県の近江八幡市に来ております。前回ね、郡上八幡行きましたからね、八幡つながりでね、もう初めてですからね、ちょっとよくわかりませんけれどもね。でもなんか水郷の町ですからね、良さげなんですよね。この近江八幡といえばですね、近江牛なんですね。ということでね、今11時半過ぎましたからね、まずちょっと近江牛食いますかね。いきなりですけどもね。日本料理つゆしゃぶひょうたん屋、ちょっとこれいいんじゃないですかね。いや、近江牛ね、ステーキ有名なんですけどね、このつゆしゃぶってやつ食ってみようかな。おー、いい感じですわ。あー、こりゃいいや。つゆしゃぶですか。あれは美味しかったですね。なんかこうお蕎麦のつゆみたいなやつにね、入れて、しゃぶしゃぶを食べるっていうね。やっぱ肉うまいですね。これ最高でした。暑いですね、おっさんが自転車乗るにはね。やっと自転車乗りましたよ。今ここがですね、近江八幡の駅前ですね。これ近江八幡の駅ですね。おー、これ有名なね、種屋さんですね、お菓子屋さん。ここがね、なんかあのすごい田園風景みたいなところにいい感じのお店作ってるんですよね。これ近かったのかな、ちょっと行ってみたいですね。いや、ここはすごいんですよね。向こうの方にですね、あれ山見えてまいりましたね。あれ近江八幡城跡、あ、なんかロープウェイもあるみたいでね。だんだんね、いい感じの街並みに入ってまいりましたよ。いきなりありますね。これは学校ですかね。ボーリズっていう人の建築物があちこちにあるっていうね。素晴らしい、素晴らしい。あ、小学校なんだ、これ。近江八幡、市立八幡小学校。うわ、綺麗だね、これ。ほら、ほら、いいですね。さらに、こっちに来るとまだもう一つなんか邸宅みたいなのがあるらしいんだけど、ああ、これなんかもう普通にね、いい街並みですね。いいお家ですよ。どこですかね、これ右手。あ、これか。いや、これただの人の家か。あ、違う、向こうになんかある。あ、これでしょ、やっぱり。なんか向こうに洋館がある。あ、これだ。アメリカ人ウィリアム・メレル・ボーリズは1905年にキリスト教の伝道を目的に、あ、ここに来たと。いい感じの道に入ってきましたね。これ何ですか。小畑町。あ、商人がこの辺に住んでいた。いいですなぁ。郷土資料館になってますね、今。近江商人屋敷。ああ、これか。いいですなぁ。ああ、これはいいや。いや、こりゃいい街だ。静かで誰もいない。これがボーリズさんですね。なんかね、80いくつでお亡くなりになるまでずっとここに近江八幡にいたそうですね。で、彼が作った建築って有名なのは心斎橋の大丸。あれ、この人の作品だそうですわ。ボーリズ先生言ってますね。これちゃんとここがなんか花瓶になってるんですね。こうね、
ボリス先生、こうやってやってるわけですね。ああ、この地元に愛されたこの海外アメリカ人の方ですね。いやーもうね、大宮八幡なんか路地曲がるたんびに綺麗なんですよ。うわ、これがお堀か。あ、なんか撮ってますね。これがお堀か。山山頂に来ましたね。ああ、山頂ですね。ここに豊臣秀次のお城があったんですね。八幡山城。あ、いいですよ。なんかお堂の下をくぐって行くのもね。よいしょ。130メートル。琵琶湖が見えますって書いてありますね。琵琶湖まだ見てないからね。見ましょうか。ああ、見えましたね。見えましたね。西の丸跡。うわ、琵琶湖すご。ああ、こんな近いんだ。わあ、いい景色だ。はあ。うわあ。あと今度ね、あの水郷巡りって言ってね、手漕ぎの船になんか乗れるところもあるらしいんでね、それもちょっとおじさん一人で行ってみましょうかね。うわぁ、ほらほら、なんか水郷巡りやってますね。あれじゃないんですよね。うわぁ、正面にもすごい建物が。うわぁ、なんですかここは。めちゃくちゃいいじゃないの。はい、ようこそいらっしゃい。はい、どうも。すごい。本日は皆さんありがとうございます。はい、お待たせしまして、今からね、約80分から90分かけて一周して4キロですね。最高に気持ちよない。あ、気持ちいい。あ、子供が寝てしまいました。そうね、寝てると本当に。いい感じ。
飛ぶんやけど、なかなか飛ばない。綺麗だ、綺麗だ。うわ。あら。行きますか。車だったら降りて押せるんだけど。難しい。座礁した。ああ、動いた。動いた、動いた。あらららあ、じゃあ機嫌よく並んではるね、うん、いやーなんか水郷巡り良かったですね、あれなんだか。で、今度は、その水郷巡りのすぐそばにある、この種屋の、これ、ラ・コリーナとかっていう、写真で見たことあったんだよね。一回来たかったんだよな、これも。なんかえらいおしゃれなものを作ったんだよね、これね。お菓子屋さんが。ちょっと行ってみましょう、行ってみましょう。ああ、来ましたね。おお。わあ。これは写真で見た通りや。わあ、いいですな、これ。なんだかもう、ものすごいいいとこですよ、近江八幡。町の中にこんな道があるんですね。水路が通ってて。はぁ、あ、贅沢な町ですよ、これ。気持ちがいい。へぇ。素晴らしい街でした。
ヒゲの一人旅ということでございましてですね、出張の合間にちょっと一日空いた時にですね、ちょっと日帰りでどっか行ってみようということで、今回大阪に来ておりまして、今映りましたけど、私今近江八幡におります。前回来ましたけれどもね、近江八幡で、実は今日こっからですね、もう一本電車に乗りましてですね、八日市という町にですね、ちょっと行ってみようと思うんですね。ちょっとね、雑誌で見た時にね、なんか割と良さげなお店というか、まあ町の雰囲気、あんまり聞いたことないですけどね、八日市なんてね。割といいんじゃないかと当たりをつけてですね、おっさん一人で、ちょっと訪ねてみようかと思いますよ。列車ですね。いいですね。大井鉄道をご利用いただきありがとうございます。次は宇佐、宇佐です。なんかね、古めかしい商店街みたいなのもあるみたいなんですけどね、ちょっと歩いてみましょうかね。なんかいい感じのしなしなの商店街ありますね。うわー、お好みのシャッター商店街ですねこれ。でもデニムの聖地って書いてありますね。これデニムの聖地、そうなんですよ。岡山じゃないんですか。あ、いいですね、これ。古いアパート。この中に、いろんなお店が入ってると。洒落てますなぁ。いいですね。
かいいですよ。へえ、こっちは。へえ。いや、いい感じですね。パンカフェ。はあ、お肉屋さん。はあ。え、ここの商店街いいじゃないですか、すごい。看板古いわ。ああ、こんなのもちゃんとありますね。ああ、これがジーンズ屋さんですかね。おしゃれだね。へえ。いいですね。すごいサビサビのいい感じだよ。でもそれでもね、おしゃれなお店がたまにあるわけですよ。こういうところに、こういう普通の街の角にですね、なんかうまそうなですねレストランとかがあるんですよね。ああ。これですね。へえ。うわ、完全予約制って書いてある。うわ、そうなんですか。すげえ。完全予約制でした。いや、食ってみたかったな、これ。ちょっとね、また次に当たりをつけてですね、この、妖怪地の街。歩いておりますけど、いや、不思議な街ですよ。ここスナックですよ。へえ。おお、ほら、スナック街ですよこれ。ほら、こんなところにスナックだらけですよ。これ、何ですか？え、何屋ですか、これ。吉祥券。怖くて入れませんね、これ。ここら辺に店があるはずだけど、あれ？違うのかな？いや、妖怪地の迷宮に迷い込んでますね。なかなかいい感じの店があるはずなんだけど、ここじゃねえな。これか。これか。何やこれ。竹の小屋？わ、ここも予約制の店だ。あ、こっちか。こっちだ。この、ガレット&ワインっていうね。こいつにちょっと行ってみようかと思うんですよ。あ、あたた。ガレット、うわ、渋。ちょっとガレット食ってみます。うわ、来ました。まあ、そうだ、こりゃ。クレープ頼んじゃった。
はい、ありがとうございます。うわぁ、ちょっとね、彦根行く予定だったんですけどもね、途中でね、この五箇所っていう駅にね、そういえばね、ここなんかね、水辺があってね、なんか私が好きなね、そういうところがあるらしいんで、ちょっとここ降りてみようかなと思って来ましたよ。ただ当てずっぽうできちゃったんでね、本当にあるのかどうかわかりませんけどもね、近江商人の屋敷のと間になんか、そういう水路みたいなのがあるって書いてあったんだけどね。途中下車の旅。蔵屋敷の街。しかしですね、この地図がですね、ビリッビリに破れてて、よくわかりませんね、これ。多分、近藤町並みっていうとこじゃないのかなと、ビリッて破れてるけどね。あそこじゃないとかと思うんだよね。距離的にどのぐらいなのかな、わかんねえな。せっかく来ちゃったからね、ちょっと歩いてみましょうか、これね。で、さっきの地図見ましたらね、若干これ離れてるなと思って、よくよく地図見ましたらですね、徒歩25分って書いてありましたね、その私がちょっと見に行きたい。水路にね、錦鯉がいるみたいなね、そんな街並みっていうのなんですけど、大好きなんですけどね、徒歩25分って書いてありましたね。往復で50分でしょ。で、今私途中で降りちゃいましたから、次の電車までにね、1時間あるんですよ。ってことは、まあ、行って帰ってくればちょうど1時間ってことで、まあ、悪かないんですけど、徒歩25分たらこれ、相当ありますよ、これ。うん、まあ、いいか、今日はそこまで暑くないですからね。ああ、綺麗ですよ。綺麗、綺麗、ここ。わ、水めっちゃ、めちゃくちゃ綺麗。はらー。わ、滋賀県はいいとこだね。ほんと。今魚跳ねたな。いいな。いいですよ。わ、いいじゃん。いいじゃん、滋賀。うわぁ。水辺フェチとしてはたまんないね。まあこれ桜だろうな。これ桜並木だな。全部。あれ、ちょっとこれかやぶきじゃないですか、ここ。かやぶきの家がありますわ。へえ。今なんか中改築中ですね、これ。竜田神社。ずいぶん歩いてきましたよ、私。これ。これを越えた道の向こうが、商人の、そういう町屋敷らしいんですけどね。誰もいませんね。いや、来ましたよ。来ましたよ。駅から歩いて20分ちょっと、近藤の町並み。水と緑と上林に囲まれ、伝統的建物が息吹く、おぉ、近江商人のふるさと。ああ、これ。やってもいいですよ、これ。ここからなんか空気がガラッと変わりますね。ほら、でっかい。これ木があって、こっから、寺町みたいな。神社がありーの。うわー、立派。ありーの、こっちはもう、確かに立派なお屋敷群が、ずっと続いてますわ。はぁー。でもこれ、もちろん全然普通に人住んでますからね。昔からそのまんま人が住んでるこの立派なお屋敷群が、やっぱ商人は、立地ですね。うわぁ、素晴らしい。素晴らしい街並み、うわ。うわぁ、いい。すごい。
へえ、こんなとこあるんだ。はあ、これは素晴らしい。いや、静かでいいわ、これ。何ですか、このお屋敷。あ、近江商人屋敷って書いてありますね。はあ、素晴らしい。になってきましたね。へえ、おおおお、これか、これか。うわうわうわ、すごい、全部。うわ、この水路に全部鯉が泳いでる。うわぁ、すごい。なんかもう観光地でもないのに、誰もいないのに。いや、この景色ですよ。うわ、水辺フェチにはたまらん。こんなとこあったの？いやぁ、たまらんがな。マジか。いや、キンキラキンだよ、こいつ。いや、お前、金持ってそうやな。やっぱ商人いいな。金ピカだな、おい。へぇ、こんな街並み作っちゃって。お寺さんですね。おお、びっくりした。びっくりした。お寺さんも立派だわ。いや、ここ来るまでにもう30分以上かかってますからね。これもう、次の電車間に合いませんね。ま、成り行きで考えますか。いや、それにしたって。いや、素晴らしい街並み。彦根でございます。ちょっとジェラートを食いに行こうと思ってますよ、おじさん。あれ、どこなんだろう。あ、あれじゃな。
あそこにあるな。よし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 。おーい。これですな。ジェラート、塩バニラと近江なし、おまけで、スイカ。なんかね、ジェラート世界チャンピオンの店って書いてありますけどね。そうなんですね。でね、私ね、ここ来る前でに思い出しましたね。私、彦根来たことありますね、確かね。いや、そうだ、すっかり忘れてた。ここの街来て、なんか見たことあんなと思ったら、私あれですね、彦根来たことありますね。ということで、このジェラート食べてね、今日帰りますかね。あ、スイカうまい。あ、バニラしょっぺ。藤村でございます。私ですね、実はまあ大阪で時代劇の劇団をやっておりまして、藤村源五郎一座という、まあそのスタジオがですね、天神橋筋商店街の界隈にあるんですよ。ということで私ね、意外とこの天神橋筋商店街にあるお店というのはね、いつの間にか相当詳しくなりましたんでね、今日はですね、この日本一長いと言われている天神橋筋商店街の中にある私おすすめの店をですねピックアップしてちょっと皆様にご紹介していこうかなと思っております。まず歩き出しましたのはですね、こちらは、南の端っこの方、天神橋筋一丁目、この一丁目の端っこにですね、もういきなりいい感じのお店がございます。これはですね、台湾の、なんて言うんでしょうか、朝食専門店みたいな、そういうお店なんですよね。で、私がおすすめするのは、これ美味しかったですよ。台湾式豆乳スープ。まあ、その他にもクレープだとか、パンだとか、台湾式おにぎりなんていうのがあるという、こちらのお店。いい感じでしょう。まず一発目はこの、台湾のブレックファースト。うん、美味しいですよ、ここ。さあ、天神橋筋一丁目。こっから、アーケードが始まりますね。おー、もう昔ながらの蕎麦屋さんですね。そしてこの蕎麦屋さんの角を曲がったところにですね、こちらもおすすめでございます。ピザ屋さんでございます。ここのピザ美味しいです。間違いございません。天神橋筋一丁目に来ますとですね、どうしてもですね、寄りたい店がある。ここ、お蕎麦屋さんなんですけどね。いや、昼飲みにはたまんない店なんですよ。いや、これ、一杯飲んでっちゃうかな。飲んでっちゃうかな。飲んでっちゃおう。ランチ1600円ですかね。それともう蕎麦屋の定番蕎麦焼酎の蕎麦湯割りをいただきましたな。昼時をちょっとだけ過ぎた、午後2時、いい大人がいいお酒を飲むにはちょうどいい感じのお店っていうとこですね。さあ、というわけで、まもなくですね、天1から天2の方にやってまいりましたよ。
さあ、天神橋筋2丁目といえば、もう常に行列があるお店がございます。こちらですね。コロッケ中村屋さん。あ、もうすでにこの時間売り切れも出ておりますね。いや、シンプルで非常に美味しいコロッケです。さあ、天神橋筋2丁目来ますと、ここがですね、交差点。地下鉄で言うと南森町の地下鉄の駅になります。で、この交差点にですね、強くお勧めするホテルがございます。はい、このホテルですね。プレミアホテルキャビン、南森町。で、ここは何と言ってもですね、朝食がすごいんですね。普通で言えばね、南森町ってね、大阪以外の方はどこやねんって思うけど、これ割と大阪駅にも近い。で、地下鉄がすぐそこにあるという、このホテルキャビン。ここ、朝食が超おすすめです。さあ、天神橋筋2丁目から3丁目に入ってきました。ここでですね、気になるお店が一つ。焼肉万両さん。ご予約は15時以降でお願いしますと書いてありますけども、予約必須の超人気の焼肉屋らしいんですよ。ただ私ね、まだ入ったことがない。ということで、ここ万両さん行ったことがあるという方、ぜひコメント欄にですね、いや、ここ確かにいいですよ、的なね、コメントをお寄せいただければと思います。さあ、天神橋筋3丁目、通称天山って言うんですけどね、この天神橋筋3丁目で絶対に欠かせないのがこの店ですね。ナポリピザの店、イルソーレ天山という、ここのピザはうまいですよ。ここは超人気店ですから、もう昼間になるとすぐ満席になるという。さらにですね、天山には超行列店があります。ここもうすでに行列はないんですけれども、ベーグル屋さんです。ベーグル専門店、ほら、もう本日売り切れました。開店が11時なんですけれども、11時前の段階でここに人がずらっと並んでます。ここもまだ食ったことがありません。ここ食ったことあるよっていう人いましたら、ぜひコメントください。さあ、また天神橋筋のちょっと角を曲がったところに、うまいうどん屋があるんですが、うん、もうやってねえな。やってないのか休みなのか、このシャッターの向こうです。うどん、アスロー。うん、店の感じ見えませんでしたけどね。ここのうどんも、洒落ててうまいです。さあ、天神橋筋商店街の、もうこれはですね、ああ、まだやっぱり夜しか営業してないんで、見えないですけど、お好み焼き、草月さん。ここは名店です。古くからある。さあ、天神橋筋の4丁目に入ってきました。ね、ここ地下鉄の駅で言うと、扇町という駅がすぐ横にあります。ここら辺になりますですね。まず見えてくるのが、洋食屋さん、グリルランプ亭。ここも古いとこです。何回も食べたことあります。さらにそのグリルランプ亭の数軒隣、ここも洋食屋さん。こっちはですね、ああ、もうおかげさまで40周年って書いてありますからね。古い洋食屋さん、昔ながらの。わお、わお。こちらはですね、天神橋筋4丁目から5丁目の間ですね、ここに、JR の天満駅があります。JR の天満駅、これね、大阪駅のもう次の駅なんですよ。なんでここはもうすぐ大阪駅に近いエリアなんですけれども、近代的な大阪駅とは全く違う、こういう商店街があり、さらに迷宮のような飲み屋街があるっていう、この天神橋筋。天後に入ってまいりましたよ。こちらにもですね、名店ございますよ。さあ、天満の駅からすぐ歩いたところにあるのがこちら。天ぷら定食、牧野さん。リーズナブルな値段で揚げたての天ぷらが食えるっていう。
大阪来たばっかりの時はここが気に入ってて、もうしょっちゅう通ってましたね。そして牧野さんの向かいにあるこちら肉の天満屋、割と新しい店なんですけどね、つい私昨日ようやく初めてここでランチ食いました。店が綺麗で雰囲気がいいんですよね、ここ焼肉屋さんにしては。飲んでますね、平日の昼間から。天神橋筋を代表する店と言ってもいいんじゃないですかね。寿司の春駒さん、今並んでませんね。普段はここに大行列あります。だここは春駒の南店という方で、本店の方は多分並んでますね。まだ安くてうまい店です。それは行列するわっていう。さあ天神橋筋商店街、ここからですねちょっとだけ外れて、ちょっと迷宮に入ってみましょうか。ほらこんな感じで小さい筋もあるんですよ。あ、これこれこれ、はあ、串棒っていうお店でね、最初にセットを頼むんですよ。1000円ちょっとぐらいだったかな。それで串が何本か出てきて一杯飲めるっていうね、非常に良心的な串揚げの店です。天神橋筋商店街の一本裏入ったところに名店ございます。これ食事処広屋って書いてありますけど、これ夜になると裏広屋という飲み屋になって、まあ夕方5時近くになったら大行列ですね、ここ。そして私が実は一番気に入ってる場所、それがこの天満市場、プララ天満という。いやこの市場はもう野菜、肉、魚、全部いいものが揃ってます。はあ。うわ、キムチ。野菜の売り方が半端ない。ほら。ほら。市場を出ましたら、その裏には飲み屋街が広がっている。天満の周辺に美味しい店が多い理由はもうよくわかりますよね。あんだけ安くて新鮮な食材があの市場に溢れてますからね。はい、じゃあもう一回最後商店街の方に戻ってみましょうかね。その戻る手前にですねまたいろいろとおすすめの店ございます。こちらお寿司屋さん、寿司屋松井さん、ここ安くてうまいです。お寿司といえばね、それはあなた北海道じゃないですかって思われるかもしれませんけれども、私大阪に来てですね、回転寿司じゃない回らない寿司屋でこんなに寿司が安いのかっていうのは、大阪は本当すごいですね。そこら辺はうまくて安い寿司屋がたくさんあります。もう先ほど春駒という店紹介しましたけれど、もうすぐ行くとねその本店があるんですけど、あ、そんなに並んでないですね。まあ時間がもう3時ですからね、ちょうど中途半端な時間なんで。これが天神橋筋商店街で一番行列のできる店、寿司の春駒さんでございます。だけどね、意外とですねこの正面、対面にですねこちらにも寿司屋があるんですよ、寿司正さん。実はね、春駒大行列ですけどね、この寿司正さんも全然うまいですよ。うちの次女なんかは逆に寿司正の方がうまいって言ってるぐらいで、だからね割とみんな行列の方に向かっちゃいますけどね、空いてるこっちの遠い目にある寿司正さん、これもおすすめですね。さあ天神橋筋の6丁目の方に入ってまいりまして、天神橋筋ねたくさんパン屋さんあるんですけどね、私が勧めるのはこちらですね、初達さん。お店のね雰囲気が非常にいいんですよ。まあ私パン屋さんだったらここで買うかなっていう感じですね。天神橋筋の6丁目まで来ました。アーケードはここで終わりですね。このアーケードの終わるところにですね、この大きな建物がございまして、ここにね大阪暮らしの今昔館っていうのがあるんですけど、これねこのビルの8階にですね昔の大阪の街が再現されてるんですね。なかなかいいですよ。
あんまりみんな知らないですけどね。で、最後にですね、このアーケードをですね、抜けて、次、天神橋筋の7丁目。そちらにですね、最大のおすすめの場所があるんですよ。天神橋筋7丁目の交差点を越えてですね、もう一本、向こうの角を曲がるとですね、実におすすめの場所があるということでございます。この角を曲がった、あそこにですね、なんかありますね、これ。シアターはって書いてあって。あれ、お侍さんがいますね。あ、すいません、こんにちは。ここから、なんか、どんな出し物をやってらっしゃる？12月16日から、25日まで、はい、藤村源五郎一座の新面記という。そうですか。ここでやるんですか。あなたは？私は小田信長じゃん。いや、信長だけど、藤村源五郎一座の。藤村源五郎一座は副座長。副座長。兄貴。副座長ということは座長さんがいらっしゃる。座長いらっしゃいます。座長さんどういう方ですか？水曜どうでしょうディレクター。藤村忠久氏。藤村さん、こんなことやってらっしゃるんですか？今日はですね、天神橋筋の美味しい店を紹介しながらですね、本当はですね、これを紹介したかったというね。これ、兄貴、今回、面白そうですもんね、かなりね。今回はですね、ミステリー。ミステリー。まあ、本能寺の変。まあ、皆さん、多分ご存知、明智光秀に、撃たれたという信長が、ね、一夜にして信長がこの世から消え去ってしまったという、ただこれ、謎が多い、信長自体自身が、の、その、亡骸というか、見つかってもいないし、それから明智光秀がなぜ突如裏切ったのか、謀反を起こしたのかっていうのもよく分かっていないという、これはね、いろんな切り口からです、ね、そうですね。いろんな方の目線からですね。そうです、そうです。いろんな本能寺の変が見れる。そういうことですね。こちら12月16日から、天神橋筋7丁目の方にございます、シアターはで、公開されると、チケット絶賛発売中ということでございますね。兄貴頑張りましょうね。頑張りましょう。じゃない。電動アシスト自転車でございますな。いや、いいですよ。天気も良くて。これはいい休日になりそうですね。ああ、いいですね。電動アシスト付き自転車。
おお、それで、作品展示、手島横尾館。おーおーおー、ありますな、なんかいきなり。おお、ちょっと見えますかね。向こうの方に、なんかもうすでに見えますな。いや、気持ちいいね、これ。暑くもなく、寒くもなく。いや、これはベストシーズン。これオリーブだな、この木は。ああ、なんかありますわ、これ。いや、なんでしょうか。横尾忠則。はあ。手島横尾館ですか。よし。入ってみよう。おーと、いやー、いいですな、こりゃ。ほー、これはおトイレ旅行式便所って書いてあります。鑑賞用。すごいな、すごいな、これ。あ、なるほど、これは落ち着いてできない便所ですね、これ。手島横尾館、これすごいいいですよ。中がね、撮影禁止だったんで撮れなかったんですけど、ガラス張りの下に池があって、いや、ちょっといきなりいいな、これ。いや、横尾館よかったな、初っ端から。続いてはですね、ここ手島の家浦っていう地区なんですけれどもね、この家浦地区にはもう一つアート作品があって、張り工場って書いてありましたね。どういう風なものなのか。あ、懐かしの二宮金次郎さんの像のある小学校ですね、これ。さあ、張り工場、どんなやつなんでしょうかね。ああ、ありましたね。張り工場。これですね。ありましたよ。あ、大竹新郎さん。はあ。なんでしょう、ちょっと入ってみましょうか。じゃあ、張り工場。おお。なんでしょうか、これ。でっかい船底みたいな感じですな。おい。いやー、いい天気で。今度ね、その今見たのは家浦っていう地区なんですけれども、自転車でまた10分ぐらいちょっと走って違うこの島の中の地域に行って、そこにまたアート作品が2つぐらいあるっていうことなんでね、いいですね。こうやってサイクリングをしながらアート作品に触れるっていうね。1.6 キロ書いてありますね。いやー、気持ちいい。最高です。わーわー、素晴らしい。さあ、ありますよ、こっちになんか。アート作品。海を夢見る人々の場所。行ってみましょう。おー。
れですかな、あれですな、なんかありそうですな、そこへえ。ああ、いいですな。はあ。海岸に、こういうオブジェというかアート作品が置いてあるっていうことですね。いいですよ、これ。眺めが。うわあ、いいです。すごい。作品の中に島キッチンっていうのがあるんですね。ご飯を食える、ちょっと行ってみましょうね。おお、やってますな、島キッチン。ああ、いい感じの、あ、いいですな。あ、満席だ全部。なるほど。島キッチン。すごいいい感じでしたけどね。これ予約しないと入れないですね。予約で満席と書いてありましたね。なんか探すか。とりあえず、近くのところで、そうめん。もう腹減っちゃったんで、カレーと普通のそうめんと2種類頼みました。でもこれさ、眺め最高ですよ。食ってみますか、そうめん。いや、いいとこだわ、これは本当に。飯はいまいちでしたけどね。よっ。ああ、これが一つの作品ですな。勝者はいないマルチバスケットボールという作品ですね。どれにかは入るみたいなことなのかな、これは。どれかに入りそうって気がする。入んないね。まずまず。
って。こう神社がね、あちこちにあるんですよね。はいはい。心臓音のアーカイブ。おー、いい感じ。おー。はー、こんなとこにあるんですね。うわー、渋い。いい、いい感じ。おー、来ました。心臓音のアーカイブっていうですね。まあ、アート作品ということでね。中にはなんか、8万人近くの心臓の録音された音が収録されてて、まあ、それが順次、ね、順番に流れてるんですよ、部屋の中にね。で、それの部屋の、その心臓の音とともに、電球がですね、その、心臓の音に合わせて、ドクン、ドクンっていう風にこうね、照らし出されているみたいな、長細い部屋がありました。まあ、心を揺らされる感じですね。なんか、不安定な気持ちになって、ちょっと怖い印象も受けるような、んな感じでしたね。でも、外に出ると、この、素晴らしい、瀬戸内の景色ということでね。これとの対比でしょうね、きっとね。島美術館にやってまいりました。向こうなんですけどね。まあどうせ中はね、撮影はできないでしょうからね。なんか地中に埋まってるみたいな感じですね、建物自体が。まあとりあえず、ちょっと行ってきますわ。これは手島美術館の中の、そのアートスペースに向かう小道ですね。これも含めて気持ちのいい空間を作り出してるんですね、これ。おお、アートスペース現れましたね。まもなく。うわぁ、いいですわ。このアートスペース、見てきましたよ。いや、これはなんて言ったらいいのかわかりませんけどね。この、これコンクリートのこの、塊の中はですね、空洞になってるんですよ。で、天井にね、少し見えますけど、天井は2箇所空いててね、中にね、水が流れてるんですよ。流れてるっていうか、なんて言うんでしょう、泉みたいに水があちこちから少量ずつポー、なんかポーって感じでね、浮き上がってくるんですよ、水が。その水が、ある程度溜まるとこう、ふーっとこの空間の中を流れていくんですね。いや、この手島美術館、これ、アート作品これ一発ですけどね。それだけのこれ、見に来る価値ありますね。いや、ちょっと、言葉では分かんなかったでしょうから、ぜひ、これ体験しに来てくださいよ。いや、素晴らしかった。おお、あれもなんか作品ですね。ああ、いいとこだな、これ。唐戸の清水。へえ。ああ、いいな。うわあ。うわあ。味がありますな、ほら階段がまだ。こういう古い神社の横に、アート作品があるということですね。
海のレストランという実に洒落たところが空いてましたよ。で、どうですかこの景色。いや、これは最高の休日ですな、これ。いや、いいわ、ここ。ありがとうございます。